昨日23時42分北朝鮮中部より弾道ミサイルが発射され45分程度飛翔し日本海の我が国の排他的経済水域内に落下したとみられますなお現実において付近を航行する航空機や船舶への被害報告等の情報は確認をされておりません総理には 本件について直ちに報告を行い、情報収集、分析に全力を挙げ、国民に対して迅速、的確な情報を行うこと、航空機、船舶等の安全確認を徹底すること、不測の事態に備え、万全の態勢を取ること、以上3点について指示がありました。また政府においては、官邸危機管理センターに設置しております 北朝鮮情勢に関する官邸対策において情報を集約するとともに緊急参集チームを招集をし対応について協議を行いましたさらに国家安全保障会議を早急に開催をし情報の集約及び対応について協議を行う予定であります今回の弾道ミサイルの発射は航空機や 船舶の安全確保の観点から極めて問題のある行為であるとともに安保理決議等への明白な違反でありますワン国としてはこのような北朝鮮による度重なる挑発行為に断じて行為を容認できず北朝鮮に対し厳重に抗議を行い最も強い表現で 避難しましまた引き続き情報の収集分析に全力を挙げ今後追加して公表すべき情報を入手した場合には速やかに発表することといたします。